皆様こんにちは。日本 HP の唐津と申します。本日は HP が独自開発したリモートグラフィックスソフトウェア RGS と言いますけれども、こちらのソフトウェアのご紹介をしていきたいと思います。この RGS はこのように遠隔にあるワークステーションをネットワークを介して画面転送できるソフトウェアになります。この RGS は HPZ シリーズワークステーションであれば無償でご使用いただくことは可能ですので、ぜひご活用いただければと思います。今回このように近い場所で操作をしておりますけれども、ネットワークがつながっていれば自宅あるいは海外などからもご使用いただくことは可能です。このようにですね、比較的パフォーマンスが要求される 3D の作業でもこのような PC でも操作いただくことも可能です。今回この RGS をですね、便利に皆様にご活用いただくために、基本設定インストール編から応用編に至るまで動画でご紹介していきたいと思いますので、ぜひこの後の動画もご覧いただければと思います。今回ご紹介する HP-RGS は正式名称を HP リモートグラフィックスソフトウェアといい、離れた場所にあるワークステーションにネットワーク経由でリモートアクセスし、遠隔操作が可能になるソフトウェアです。 HP-RGS のメリットは遠隔地からのワークステーションの利用だけではありません。複数のユーザーが様々な場所から1台のワークステーションにログオンできるので、同じ画面を見ながら会議を行ったりファイルの編集をするといったことも可能です。持ち運ぶことが難しいハイスペックなワークステーションの利便性を高めるソフトウェアと言えるでしょう。現在、国際宇宙ステーションで HP モバイルワークステーションが活躍していますが、この RGS の開発において1997年の火星探査が大きな役割を果たしました。火星探査機から地球に画像データを送る際、効率よくデータを圧縮し画質を落とさず解凍するために HP の独自技術が使われたのです。そしてこの技術が RGS にも生かされています。それでは次に実際の HP-RGS の動きについて簡単にご説明していきます。 HP-RGS では画面データを送る側をセンダー、受ける側をレシーバーと呼んでいます。センダーには RGS センダー、レシーバーには RGS レシーバーと、それぞれ専用のソフトウェアをインストールします。レシーバーが RGS を起動すると、センダーの画面がレシーバーの画面に転送されて表示されます。レシーバーのユーザーがキーボード、マウス、タッチ操作を行うと、その情報がネットワークを介してセンダーに送信。そしてセンダーのアプリケーションで処理され、その処理が反映された画面がレシーバーに変装されます。RGS をログオフするまでこのやり取りが繰り返されます。それでは実際の画面を見ていきましょう。これは HP-RGS を起動してレシーバーからセンダーに接続した時の画面です。今回は分かりやすくするため、レシーバー画面の一部にセンダー画面を表示しています。これは設定によって変更も可能です。ご覧のように手元の PC に遠隔地にあるワークステーションの画面が表示され、そのワークステーションで動いているアプリケーションを手元の PC で操作できます。まるで手元の PC がワークステーションに早変わりしたようです。またセンダー画面上部には RGS のツールバーが表示されていますが、設定で非表示にすることもできます。次は HP-RGS のメリットや効果的な使い方についてご紹介します。 HP-RGS はワークステーションのアプリケーションデータを転送しているわけではありません。モニターに表示される画面のピクセルデータだけを圧縮、暗号化して転送しているため、他のデスクトップ遠隔操作ツールと比較してネットワークへの負荷も軽く、データの漏洩のリスクもありません。高性能や高画質だけでなく、セキュリティ面でも安心です。またセンダーやレシーバーがマルチモニター構成でも忠実な表示が可能です。
センダーの OS は Windows 7 8.1、10に対応。レシーバーは Windows の PC やタブレットに加えて、最新のバージョンでは MacOS にも対応しており、さまざまな環境から Windows のワークステーションにアクセスできます。さらに OpenGL、DirectX にも対応しているので、使用するアプリケーションとの相性も心配ありません。その他、一つのワークステーションに複数のユーザーが同時にアクセスして同じ画面を共有するコラボレーション機能や、一人のユーザーが複数のワークステーションに同時にアクセスして使用するディレクトリーモードを備えています。次は HP-RGS の特色を少し細かく見ていきましょう。 HP-RGS の特色の一つに、そのスピードがあります。独自の HP3 圧縮アルゴリズムにより、高解像度で高度なグラフィック処理が必要な 3DCAD や CG、 解析のアプリが稼働している画面もネットワーク経由でストレスなくスムーズな操作が可能です。 HP ベロシティ機能によって、バンド幅が狭いネットワーク環境でも遅延を最小限に抑えます。海外からのアクセス、Wi-Fi や LTE を経由した無線環境でのアクセスでも、他のソリューションでは難しかった高いパフォーマンスを発揮します。遠隔のワークステーションに接続した際は、センダー側の解像度をそのまま維持してアクセスすることもできます。レシーバーとなる PC や Mac の解像度が低い場合は、自動的にレシーバーの解像度にセンダーの解像度を合わせることも可能です。フル HD の解像度の4倍にあたる 4K 解像度もサポートしています。 HP-RGS はマルチモニター環境での画面転送にも対応しています。複数のユーザーで画面を共有するツールは他にもあります。しかし HP-RGS は共有だけではなく、その画面をそれぞれのユーザーが操作することができます。さらに設定によって操作できるユーザーを限定することも可能。使い勝手を追求しながらセキュリティも確保しています。キーボードやマウスのないタブレットからでもワークステーションへのアクセス可能。タッチ操作でマウスの動きを表現でき、 Windows タブレットはもちろん MacOS からのアクセスにも対応しています。それでは次に競合製品との違いをご覧ください。この表は主な競合製品との違いを比較した機能比較表です。いくつかの競合製品は HP-RGS が備える機能の一部は持っていますが、 RGS の全ての機能を持つものはありません。例えばマルチモニター環境のサポート、コラボレーション機能、解像度の自動設定機能、HP ベロシティのようなネットワークを監視し是正するような機能を備えた製品はありません。今度は競合製品とのパフォーマンス比較の表を見てみましょう。この表はフルスクリーン表示にしたフル HD 動画を環境の悪いネットワークを利用して遠隔から再生した時のものです。結果を見てお分かりの通り、 RGS は他の競合製品よりもはるかに優れています。これはネットワーク環境を監視是正するソフトウェア HP ベロシティによる効果です。さて、ここまで HP が独自開発をしたワークステーションの遠隔操作ツール HP-RGS の概要をご説明いたしました。この RGS は HP ワークステーション Z シリーズユーザーは無償でご利用いただけます。火星探査でも採用された HP の独自技術から誕生したツール RGS、 優れた性能とセキュリティを実現した他にはないツールであることをご理解いただけたのではないでしょうか。ボリューム2以降では、最新のインテルズオンプロセッサーを搭載した HP ワークステーション Z シリーズを RGS センダーとして使用し、インストール、セットアップ、
そして実践的な使用方法までご説明いたします。ボリューム2以降もぜひご覧ください。